ございました。ありがとうございました。すいません、いつもご視聴ありがとうございます。今日なんかメルパ来られたってことなんですけど、はい、あれですか、よく来られてたんですか。そうです、昔よく来てたんで。あ、はいはいはい、最終日なんで、やっぱいろんな思い出があります、ね、あるんですよね、はい、いやもう今日も最終日しっかり楽しんでください、はいはい、ありがとうございます。なんか映画館ってなんだろう、なんかこう気軽に行ける場所じゃなかった、私は。田舎に住んどったし、ちょっと遠いよ。そう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 。でもうなんか市内に自分が出てきた時にはイオンモールというものがあったけん、うん、あ、そうなんね。そう、この後ろがまあもう綺麗になっちゃってるけど、ゲーセン、ね、ここは結構私も来た。なんかゲーセンめっちゃ好きだったから。あ、そうなんじゃ。ここでクレーンゲームとか全然通りすがりにやばしよって。いや、なんかね、あったよね。そう、あった。で、私、大学生の時に、うんうん、バイトしよったんや、ドレミの街で。そうね。うんうん、そう、だから、毎日毎日、ドレミの街に、ま、出勤しよったから、うんうん、この辺はでもよく通るところだったんやね。じゃあ、違いが。そう、まだドレミの街が大英、大英だよ、大英。大英だったね。だった時。だから、その時は、ここに、まだパチンコ屋さんがあったんよ。パチンコ屋。どこ行った？え、ここにあったよな。あった。でも、ここにハリウッドがあったんよ。あった。あったよな。そう、言われてみれば、あったみたいな。結構さ、賑やかだったよね、この通りが。うん、そもそもが。でもやっぱりさ、なんか変わったら変わったで覚えてないもんよね。いや、怖いね。やっぱさ、まあ、忘れる。パチンコは行ってないからかもしれんけどね。確かに。うん。うん、ちょっと。なんか映画のシーンとかしてる。食べそう。いや、これ あるやん、ハリウッド。ガシャ移動したの。ハリウッド、ハリウッド移動。え、でもこれも昔からも行って。あったあったあった。私この記憶が。でもこっちもハリウッドだった。あったあった。長らく大変お世話になりまして、長きにわたってメルパがやってこれたのも皆さんのおかげでございます。本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のちょっとの感じを聞きまして、中さん
3軒のジョニービル5階に移ってワンスクリーンになりますけど営業し続けますんで、ぜひそちらの方も今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後にカメラを閉めさせていただきます。しばらくお待ちください。歴史が終わったな。岡山の歴史がね、また一つなくなるんだなという感じがしましたけども、とはいえどメルパここはなくなるけど、うんうん、天満屋の横の福竹ジョリービル にあの移転して、あの今後も営業を続けていくということなんですけど、おなんか来た、なんかあもうすでに上映スケジュールが何個かはね、メルパが旧福竹、旧じゃない、新福竹ジョリービルか、そこにね、行って、もう上映スケジュールも決まっているっぽいので、あのまあこう、続いていく、歴史をね、まあ、場所は変わっちゃうけど、続いていくっていうことみたいです。はい、岡山の映画をね、そう、映画のね、歴史をつなげていくっていう感じで、はい、まあ、ここ自体は、まあ、あの岡山の新開発にやっぱり向けて、あの、まあ、いろいろね多分どんどん立ち退きしていって、そうでどんどん新しいビルとか、うん、あのまあ、新しい、ね、なんだマンションとか、ね、まあ、私たちの生まれる前からあったということで、まあ、岡山の、ね、人の中では本当に一番馴染みの深い映画館だったんじゃないかなと、まあ、思って、なんか私ももっと行っとけばよかったなと、ちょっとなんかこう閉まってからの後悔がすごいあるよね。ある私は何回か幼い頃結構行ってたからあれだけど、そう何回かは、ね、行ったことはあるんだけど、やっぱそんな映画館にねめちゃめちゃ行ってなかったから、まあ、もっとなんか行っとけばよかったなってすごい、なんかこう今日来た人もそうやん、うん、やっぱなんか閉まるからやっぱり行っとかなきゃみたいな、うん、名残惜しい感じだね。そうそう感じでやっぱこうみんな思ったんだなって思いました。後悔がないように行きましょう。そうですね、はい、だから33年間本当に、ね、長い間 長い間、ね、もう本当メルパさんありがとうございまして、うん、お疲れ様でした。本当チャンネルがいいの押しまくったボタン、悪いと思ったらグッドボタン、どっちもセットして。